まして、神谷博士です。いきます。小野大輔です。では早速ゲストに登場してもらいます。中村くん、安本くん、カモーン！ジョイナースはい、乗っかりずれ。頑張ろうよ。おぉ。はい、今度から特命係長になりたい中村ゆうちです。一言ボケってあんのかよ。どうも、しげまつる安本ひろきです。あ、安本くんだよ。しげまつくん、マジで？マジですよ。結構前。ほんとに知らなかった。出会った時からの方がよ、出会った時からの。いや、嬉しいじゃないですか。皆さんが来てくれたのは。なんでずっとマイクの前でもじもじ動いてるの？カメラさん、ちょっと雑ですよ。されますよ。ラジオ、ラジオ。ほら、声がでかいからさ、前から外れとかなきゃいけない。自分なりの考慮があったからね。1年ぶりじゃないですか、皆さんね。はい。本当に。いや、そうでしたね。相変わらず続いてましたよ、この番組。いやー、そのようで。はい。いいことですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。この子からも。めんどくせえ。なにこれ。俺が来ない間にこの人はパワープレイだったの。プレイスタイルが違うんだけど。今日限定がこういう強引な仕切りだったの。大丈夫だよ。年末進行って言うんだよ。なるほどね。サクッとね、行かないとね。そうだよ。そうか、なんとね、我々の番組。これ、収録じゃないよね、あの人。コミックスだってね、ノベルになってドラマ CD になっちゃったのよ、みんな。知ってた？エリアメイク。そうなんですか。ユーたち知ってた？ドラマ CD 出たんだよ。今、そんなに言ったじゃねえか。言わせてもらうけど知らねえよ。出て欲しかったんだけどさ、オファーねえよ。さあ、役がねえってことでね。あ、どうだよ。じゃあ言うなよ。出てって言うなよ。残念ながら役なかったんだよ。役作ってからしてくれ。本当だよ。猫の鳴き声で本当欲しかったんだけどね。そうそう、それだけでね。オファーがね、やるか。やるやる。やるか。全然やれるよ。次は猫の鳴き声だけでもね、出てほしいってことでね。いやー、我々。なんと1年ぶりの活動再開ですよ。ね、ほんとどうしたのか、皆さんで。ね、あれなんか、活動に関してすごい前向きなんだけど、今日は否定的だったよ。どうしたの？おかしいよ。我々全員否定的だったよ。とりあえず1回だけ、1回だけでいいから。あれね。いや、あれね。1回って言ってもらっていいですか？ああ、それは言ってほしい。言ってもらうだけでいいんでね。いいですか？今日1人いないですよ。せーの！We are DJ5! あ、杉田喋っていいんだ。さてですね、ここからは年末ということで、今年も2008年を振り返る、こちらの企画をお届けしていきます。ちょっと題して、誰かの極秘ストーリー。略して DJ です。なんか前もこんなんだな。事前にですね、自分以外の誰かの2008年の出来事を無記名で書いてもらいました。書いてもらいました。そちらをですね、紹介しつつ、僕らの2008年を振り返っていきたいと思います。そこでも無視だ。もういいよ。もういいよ。優しくない。本当だよ。ゲストじゃない。まずは、レギュラーか。1年ぶりのね、レギュラーか。僕らしが1年ということで。はい、僕、今ですね、はい、紙を渡されました。読みます。はい。オノディの08。はい。はい。いいね。まず、これですね。CD バカ売れ。わふー。僕のレコーディング中に、ランテ・マルスの方たちが、彼の写真を選び始める。そうなんだ。これは、どなたが書かれたんでしょう。ランテ・マルスの人が、あのとある男が歌っている時に、そうですね、オノダムの写真を撮り、チェックし始めたと。こんなことあったんだ。じゃあ次のオノディのね。はい、人を見る目が覚めていった。疲れてそう。最悪の2008年じゃない。おお。いやでもなんか冷めて言ってたよ。お前冷めて言ってたよ。お前か。冷めてねえよ。怖い目になったもん。冷めてそうで、鋭くなった。なんか狩人みたいな目になった。ギラギラして。金はどこだって目をしてた。金を探してた。金を探してる目になってた。なんか変わった。昔はロマンを追ってたはずなんだよ。今金を追ってるような目になった。現実的だね。そう。で、金はっていう。見たこと目にはね。ゴミは全部それになってなってるんで、金は。なってねえよ。お疲れ様です。で、金は。やろう。終わったね。終わったところだ。冷めてねえよ、別によ。でもね、わかる。怖くなった。わかる。冷めてる。そう。わかった。もっとね、情熱あったもん。あったっすよ。ないね。強さに違いましたね。もっとパッションだったんだ。だってさ、頑張れば頑張るほど気持ちが悪い。気持ち悪い。じゃあ、だったら。だったらいっそ。いっそね。冷めてまえと。続きまして、僕のですね、これね。はい。馬車馬のようだった。よく働いていた。なるほどね。よく働いていた。
そうですか、ね、テレビをつければ神谷浩史、パソコンつければ神谷浩史、どこでもかしこでも神谷浩史だった。いやーそうだった。そんなことはないと思いますけどね。ずっとうちで猫と遊んでる日々をしてくる。なんで自分の時だけかなり入んの。さっきの前に言うの年末進行年末進行はさっきちょっとテンション使いすぎちゃったんだよね。早いよ、5分経ってねえよ。さっきもたねえ。続きまして、神谷氏の08年、振られる。ああ、これ今年でしたっけ。あ、そうですか。そんなんありましたね。そういうことで、それこそそうですよ。なんか2008年いろいろあったな、でもなんか何があったか覚えてないんで、いまいち盛りだくさんすぎてですね。いや、なんかね、多分遊んで思ったより遊んでないのかもしれない、みんなとなんか会う機会があんまなかった気がするね、プライベートで。うんうん、でも現場でもあんまり会わなかった。そうだね。ああ、それぞれね。そうだよね。中村と神谷さんすぎやすかったっけ、2008年。おい。あれ？いや、本当に記憶飛んでない？疲れてるんだよ。山だから疲れてるんだよ。俺のせいよ。そうだったと思うんだよ。あだ名馬車山にしようぜ。そんな感じ。こんな2008年でしたね、僕はね。はい、続きまして、安本くん。ビッグカメラで牛丼を。天丼だ。天丼だ。1年ぶりの天丼だ。1年前のネタだよね。ありましたね。これビッグカメラで牛丼は残念ながら食べれなかった。食べれなかった。心の中ではご配慮できました。そして安本くん、もう一つ。なんだい？ブーツインって書いてある。今日でしょ？誰だよ、書いたの。あ、でもね、夏以外は結構インしてたね。インしてたでしょ。ブーツなんかしないけどね。夏でもブーツ？夏はブーツじゃない。そうだよね。夏はもうもっと気楽なやつ。スニーカーやろう。冬場はなんか。スニーカーブルースね。まあいいけど。まあいいけど。親父役じゃねえか。まあやめろ、先輩だぞ、お前。ギャグにもなってないよ。甘やかそう。ギャグにもなってない。聞かれてんだから甘やかそうぜ。中村さんです。次、中村くん。中村、引っ越した。あ、そうです。僕、引っ越したんです。あ、引っ越したらしいね。はい。14畳一間に。ワンルームって言うよ。14畳一間にね。14畳一間に引っ越してですね。いやー、何がひどいって、これ乾燥してね、部屋が。広いから。なんかデザイン、一回遊びに行ったんですけど、なんかデザイナーズな感じで。そう。あれコンクリだっけ、壁。コンクリあれって乾燥するよな。乾燥、超乾燥する。乾燥ないじゃん、変なタイミングで結露したりするよな。ちょっと窓を開けて閉めるとね、湿度計が30を示してる。カスカじゃねえけど。ミラーになっちゃうよっていう状態。砂漠なの。びっくりするよ、今度。そして、これ誰かな？どれ？これですか？時間がない割によくプラモデルを作ってる。これ最近の話じゃない？なんか打ち合わせで言ってたな、それ。これさ、マジサインペンで書いても神谷さんでしょ？それ誰が書いたか知りませんけど。わかんないけど。はい、そうですね、時間がない。ってこともないんですけど、まあプラモは。いや、中村くんもね。まあねえよ。中村くんもないね。全くないね。びっくりするじゃないね。ないね。いやー、もうここにいるだろ？本当だ。スケジュール取れてないよ。取れてる、取れてる。なんか、まだあんの？あ、杉田くんの分じゃない？杉田くんの分が。ほら、杉田くんよかったな、ほら。やったじゃん、杉田。今日なぜか喋らないからね。喋らない罰を受けてるから。罰？そういうプレイを。プレイを。罰だったら、悪いことすることじゃないよ。そんな杉田くんはですね、猫カフェにハマる。マジじゃん。杉田さんに、これ書いたのは僕なんですけど、杉田さん、ほんと今年は猫カフェに。でもこれ中村と遊ぶ口実だと思うよ、多分。いや、違いますよ。一人で行ってますよ。マジで？マジで？ソロプレイですよ。ソロプレイ。で、僕一回一緒に行ったんですけど、猫カフェ。いや、誘われて行ったんですよ。仕事終わりに。そしたら、そんなに楽しくなかったの。あら。面白いと思うんだけど。俺も好きそうなのにな。猫がね、もう、なりすぎてんの？そう、あのね、あっちが上なの。まあ、だから、寂しい猫が、こう、遊んでにゃーんって寄ってくる感じがあって。遊んでにゃーんって。お前また来た。お前また来た。お金落としてけよ、みたいな。ああ、小野さん的な。そうなの。俺みたいな。お金はみたいな。ちょっと待って、ちょっと取り消せよ。この猫だよ。遊んでにゃーんって金は？そうそうそう。で、金は？そういう目で見上げてくるの。ダメダメ。ダメダメで。そういう感じでした。ダメダメとかやめろよ。そこにハマってます。なるほど。そうだな。まだある。はい。お、アイテムは太ってました。うん、知ってます。おいしい。これも取り消しないよ。タイテンさん、イベントで腹チラ。
そして最後、タイデンさん、お腹。もうタイテム、タイテムさん、お腹ネタしかないんですけど。いやー、でもしょうがないよ、タイテム。自分でも最近ネタにしてますからね。いや、てかね、タイテンさんね、ほんとうかつにこの番組、よう聞いてるんですよ。聞いてる、聞いてる。この番組、そうなんだ。そう、この前一緒に仕事をやった時にさ、やってたんですよ。ヘビーリスナーだったよ。お前だってお前、T シャツ売れたらしいじゃないか。そう、T シャツにめちゃめちゃ反応してる。いくら儲かったんだ、いくら儲かったんだって。俺もなんか、豚骨って書いた T シャツ作ってくれる。なんで聞いてんだよって話。豚骨って書いた T シャツはファンに着せてえのかって話したから。売れるかなぁ。俺たちはネタで買うが。業界に、ね、業界にばらまこうよ。よくわからないですよね、この番組聞いてくれる。すごいリアルな話してて。ほんとよくわからない人ですけどね。まあ来年ね、またゲストに来てくれたらありがたいですけれども。はい。ということでですね、はい、僕らの2008年はこんな感じでした。こんな感じで。そんな感じで。相変わらず。続いては、改めまして、神谷浩史です。いきます。小野大輔です。では早速ゲストに登場してもらいます。中村くん、安本くん、カモーン！ジョイナースはーい、のっかりずれ。頑張ろうよ。おー。おー。はい、今度から特命係長になりたい中村ゆうちです。一言ボケってあんのかよ。あ、どうも、しげませぶん、安本ひろきです。あ、安本くんだよ、しげませぶん。マジで？マジですよ。結構前。ほっとり知らなかった。出会った時からの話だよ、出会った時からの話。いや、嬉しいじゃないですか。皆さんが来てくれたのは。なんでずっとマイクの前でもちもち動いてるの？カメラさん、ちょっと雑ですよ。食べますよ。ラジオ、ラジオ。ほら、声がでかいからさ、前から外れとかなきゃいけない。自分なりの考慮があった。ね、1年ぶりじゃないですか皆さんね。はい、はい、本当に休めましたね。相変わらず続いてましたよこの番組。いやー、いいことですよ。そのようで、はい、いいことですよ。ありがとうございます。小野君からもめんどくせえ。なにこれ。俺が来ない間にこの人はパワープレイだったの。プレイスタイルが違うんだけど。今日限定がこういう強引な仕切りだったの。大丈夫だよ。年末進行って言うんだよ。なるほどね。サクッとね、行かないとね。そうだよ。そうか、そうか。なんとね、我々の番組。これ、収録じゃないよね、あの人だけ。いるんだってね、ノベルになってドラマ CD になっちゃったのよ、みんな。知ってた？エリアメイク。そうなんですか。ユウたち知ってた？ドラマ CD 出たんだよ。今、そんなユウたち言ったじゃねえか。言わせてもらうけど知らねえよ。出てほしかったんだけどさ、残念ながらさ、やったねってことでね。言うなよ。いや、言うなよ。全然言うなよ。残念ながら役なかったんだよ。役作ってからしてくれ。本当だよ。猫の鳴き声で本当欲しかったんだけどね。そうそう、それだけでね。オーバーガーでやるか。やるやる。やるか。全然やれるよ。次は猫の鳴き声だけでもね、出てほしいってことでね。いやー、我々。なんと1年ぶりの活動再開ですよ。ね、本当にどうしたのか皆さんね。ね、あれなんか活動に関してすごい前向きなんだけど、今日は否定的だったよね。おかしいな。我々全員否定的だったよ。とりあえず1回だけでいいから。あれね。いや、あれね。いいって言ってもらっていいですか。ああ、それは言ってほしい。言ってもらうだけでいいんでね。いいですか。今日1人いないですよ。せーの。We are DJ5! あ、杉田喋っていいの？さてですね、ここからは年末ということで、今年も2008年を振り返る、こちらの企画をお届けしていきます。ちょっと題して、うん、誰かの極秘ストーリー。略して DJ です。事前にですね、自分以外の誰かの2008年の出来事を2名で書いてもらいました。書いてもらいました。そちらをですね、紹介しつつ僕らの2008年を振り返っていきたいと思います。そこでも無視だ。もういいよ。ゲストに優しくない。本当だよ。ゲストじゃない。まずは、ゲストじゃない。レギュラーか。1年ぶりのね。レギュラーの役なしが1年どういうことだよ。はい。僕、今ですね、はい、紙を渡されました。読みます。はい。オノディの08。はい。はい。いいね。まず、これですね。CD バカ売れ。わっふー。僕のレコーディング中に、ランテ・マルスの方たちが、彼の写真を選び始める。そうなんだ。これはどなたが書かれたんでしょう。ランテ・マルスの人が。あのとある男が歌っているときに、そうですね。オノダムの写真を撮り、チェックし始めたと。こんなことあったんだ。じゃあ次のオノディのね。はい。人を見る目が覚めていった。
疲れてそう。最悪の2008年じゃない。おお。いやでもなんか冷めて言ってたよ。お前か。冷めてねえよ。怖い目になったもん。冷めてそうで、鋭くなった。なんか狩人みたいな目になった。ギラギラして。金はどこだって目をしてた。金を探してた。金を探してる目になってた。なんか変わった。昔はロマンを追ってたはずなんで、今金を追ってるような目になった。現実的だね。そう。で、金はっていう。見たこと目にはね。ゴミは全部それになってる。なってるで、金は。なってねえよ。お疲れ様です。で、金は。ギャラ終わったね。終わったところだ。冷めてねえよ、別によ。でもね、わかる。怖くなった。わかる。冷めてる。そう。わかった。もっとね、情熱あったもん。あったっすよ。最近ないね。すごい違いました。もっとパッションだったんだ。だってさ、頑張れば頑張るほど気持ちが悪い気持ちが悪いって言ってるからさ。じゃあ、だったらいっそ。いっそね。冷めてまえと。改めまして、神谷博士です。いきます。小野大輔です。では早速ゲストに登場してもらいます。中村くん、安本くん、カモン！ジョイナース！はーい、乗っかりずれ。頑張ろうよ。はい、今度から特命係長になりたい中村ゆうちです。一言ボケってあんのかよ。あ、どうも、重松部安本ひろきです。あ、安本くんだよ。重松くん、マジで？マジでよ。結構前。本当に知らなかった。出会った時からの方がいいよ。出会った時からの方がいい。いや、嬉しいじゃないですか。皆さんが来てくれたのは。なんでずっとマイクの前でもちもち動いてるの？ダメだ、ちょっと雑ですよ。食べますよ。ラジオ、ラジオ。ほら、声がでかいからさ、前から外れとかなきゃいけない。自分なりの考慮があった。ね。1年ぶりじゃないですか、皆さんね。はい。本当に。いや、そうでましたね。そうです。相変わらず続いてましたよ、この番組。いやー、その模様で。はい。いいことですよ。ありがとうございます。小野君からも。めんどくせえ。何これ。俺が来ない間にこの人はパワープレイだったろ。プレイスタイルが違うんだけど。今日限定がこういう強引な仕切りだった。大丈夫だよ。年末進行って言うんだよ。なるほどね。サクッとね、行かないとね。そうだよ。なんとね、我々の番組、これ収録じゃないよね、あの人だけ。コミックスいるなんてね、ノベルになってドラマ CD になっちゃったのよ、みんな知ってた？ウィリアムイズ。そうなんですか。ユーたち知ってた？ドラマ CD 出たんだよ。今、そうなんですかって言ったじゃねえか。言わせてもらうけど知らねえよ。出てほしかったんだけどさ、オファーねえよ。やったねってことでね。言うなよ。いや言うなよ。全然言うなよ。残念ながら役なかったんだよ。役作ってからしてくれ。本当だよ。猫の鳴き声で本当欲しかったんだけどね。そうそう、それだけでね。オファーがあるやるか。やるか。全然やれるよ。次は猫の鳴き声だけでもね、出てほしいってことでね。いやー、我々。なんと1年ぶりの活動再開ですよ。ね、本当にどうしたのか、皆さんね。ね、あれなんか、活動に関してすごい前向きなんだけど、今日は否定的だったよ、ね。のおかしいな。我々全員否定的だったよ、ね。とりあえず1回だけでいいから。あれね。いや、あれね。いいからって言ってもらっていいですか。ああ、それは言ってほしい。言ってもらうだけでいいんでね。まあ、いいですか、今日1人いないですよ。せーの。We are DG5! あ、杉田喋っていいよ。さてですね、ここからは年末ということで、今年も2008年を振り返る、こちらの企画をお届けしていきます。ちょっと題して、誰かの極秘ストーリー。略して DG です。なんか前もこんなんだったっけ、事前にですね、自分以外の誰かの2008年の出来事を無記名で書いてもらいました。書いてもらいました。そちらをですね、紹介しつつ、僕らの2008年を振り返っていきたいと思います。そこでも無視だ。もういいよ。もういいよ。ゲストに優しくない。本当だよ。ゲストじゃない。まずは、レギュラーか。1年ぶりのね、レギュラーか。脇出しが1年、どういうことだよ。はい、僕、今ですね、はい、紙を渡されました。読みます。はい。オノディの08。はい。はい。いいね。まず、これですね。CD バカ売れ。わふー。僕のレコーディング中に、ランテ・マルスの方たちが、彼の写真を選び始める。そうなんだ。これは、どなたが書かれたんでしょう。ランテ・マルスが、あのとある男が歌っているときに、そうですね。オノダムの写真を撮り、写真を撮り始めたと。こんなことあったんだ。じゃあ次のオノディのね。はい。人を見る目が覚めていった。
疲れてそう。最悪の2008年じゃない。おお。いやでもなんか冷めて言ってたよ。お前冷めて言ってたよ。お前か。冷めてねえよ。怖い目になったもん。冷めてそうで、鋭くなった。なんか狩人みたいな目になった。ギラギラして。金はどこだって目をしてた。金を探してた。金を探してる目になってた。なんか変わった。昔はロマンを追ってたはずなんで、今金を追ってるような目になった。現実的だね。そう。で、金はっていう。見たこと目にはね。ゴミは全部それになってる。なってるんで、金は。なってねえよ。お疲れ様です。で、金は。ギャラ終わったね。終わったところ。冷めてねえよ、別によ。いや、でもね、わかる、うん。怖くなった。わかる。冷めてる。そう。わかった。もっとね、情熱あったもん。あったっすよ。最近ないね。すごい違いました。もっとパッションだったんだ。だって、だってさ、こう頑張れば頑張るほど気持ちが悪い、気持ちが悪い。じゃあ、だったら。だったらいっそ。いっそね。冷めてまえと。続きまして、あ、僕のですね、はい、これね、はい。神谷さんね、馬車馬のようだった。よく働いていた。なるほどね。よく働いていた。そうですかね、テレビをつければ神谷浩史、パソコンつければ神谷浩史、うん、どこでも賢でも神谷浩史だった。いやそうだった。そんなことはないと思いますけどね。ずっとうちで猫と遊んでる日々をしてくれて。なんで自分の時だけかなり入んの。さっきの前の年末進行、保てよ。年末進行は。さっきちょっとテンション使いすぎちゃったんだよね。早いよ、5分経ってねえよ、さっき。もたねえ。続きまして、神谷氏の08年、振られる。これ今年でしたっけ。あ、そうですか。ね、そんなありましたね。それこそそうですよ。なんか2008年いろいろあったな、うん。でもなんか何があったか覚えてないんで、いまいち。盛りだくさんすぎてですね。いや、なんかね、うん、多分遊んで、思ったより遊んでないのかもしれない、うんうん。みんなとなんか会う機会があんまなかった気がする、プライベートで。うんうん。でも現場でもあんまり会わなかった。そうだね。ああ、それぞれ、ね。だよ。そうだよね。中村カメラさんすぎやすい。あったっけ、2008年。おい。お前あれいや、本当に記憶飛んでない疲れてるんだよ。馬車馬だから。疲れてるんだよ。俺は馬車馬だから。そうだったと思うんだよ。馬車馬にしようぜ。そんな感じ。こんな2008年でしたね、僕はね。はい、続きまして、安本くん。ビッグカメラで牛丼を天丼だ。天丼だ。1年ぶりの天丼だ。1年前のネタだよ、それ。ありましたね、これは。ビッグカメラで牛丼は残念ながら食べれなかった。食べれなかった。心の中ではご配慮できました。そして安本くんもう一つ。あ、なんだい？ブーツインって書いてある。今日でしょ？誰だよ、書いたの。あ、でもね、夏以外は結構インしてたね。インしてたでしょ。ブーツ、なんか知んないけどね。夏でもブーツ？夏はブーツじゃない。そうだよね。夏はもうもっと気楽なやつ。スニーカーやろう。冬場はなんか。スニーカーブルースね。まあいいけど。まあいいけど。親父ギャグじゃねえか。まあやめろ、先輩だぞ、お前。ギャグにもなってないよ。甘やかそう。ギャグにもなってない。疲れてんだから甘やかそうぜ。あ、中村さんです。次、中村くん。中村、引っ越した。あ、そうです。僕、引っ越したんです。あ、引っ越したらしいね。はい。14畳一間に。ワンルームワンルームっていう。14畳一間に引っ越してですね。いやー、何がひどいって、これ乾燥してね、部屋が。広いから。なんかデザイン、一回遊びに行ったんですけど、なんかデザイナーズな感じで。そう。あれコンクリだっけ、壁。コンクリあれって乾燥するよな。乾燥、乾燥、乾燥する。乾燥ないじゃん、変なタイミングで結露したりするよな。ちょっと窓を開けて閉めるとね、湿度計が30を示してる。スカスカじゃねえか。ミラーになっちゃうよっていう状態。砂漠なの。びっくりするよ、この。都会の中の。そして、はい、これ誰かな？どれ？これですか？時間がない割によくプラモデルを作ってる。こう最近の話じゃない？なんか打ち合わせで言ってたな、それ。これさ、マジサインペンで書いても神谷さんでしょ？それ誰が書いたか知りませんけど。わかんないけど。はい、そうですね、時間がない。ってこともないんですけど、まあプラモは。いや、中村くんもね。まあねえ、中村くんないね、全くないね。びっくりするじゃないね。ないね。いやー、ここにいるだろ。本当だ。スケジュール取れてないよ。取れてる。なんか、まだあんの？あ、杉田くんの分じゃない？杉田くんの分が。ほら、杉田くんよかったな。ほら。やったじゃん、杉田。今日なぜか喋らないからね。喋らない罰を受けてるから。罰？そういうプレイを。プレイを。罰だったらしょうがないな。そういうことするんじゃないよ。杉田くんはですね、猫カフェに。いやー、言うなよ、全然言うなよ。残念ながら役なかったんだよ。いや、役作ってからしてくれ。猫の鳴き声で本当欲しかったんだけどね。そうそう、それだけでね。オーバーガーでやるか。やるやる。やるか。全然やれるよ。次は猫の鳴き声だけでもね、出てほしいってことでね。いやー、我々、
なんと1年ぶりの活動再開ですよ。ね、本当にどうしたのか、皆さんね。ね、心配になってきちゃった。あれ、なんか活動に関してすごい前向きなんだけど、今日は否定的だったよね。のおかしいな。我々全員否定的だったよ、ね。とりあえず1回だけでいいから。あれね。いや、あれね。言ってもらっていいですか。ああ、それは言ってほしい。言ってもらうだけでいいんでね。まあ、いいですか、ね、今日1人いないですよ。うん、せーの。We are DJ5! 杉田喋っていいよ。さてですね、ここからは年末ということで、今年も2008年を振り返る、こちらの企画をお届けしていきます。ちょっと題して、うん、誰かの極秘ストーリー。略して DJ です。なんか前もこんなんだったっけ、事前にですね、自分以外の誰かの2008年の出来事を無記名で書いてもらいました。書いてもらいました。そちらをですね、紹介しつつ僕らの2008年を振り返っていきたいと思います。そこでも無視か。もういいよ。もういいよ。ゲストに優しくない。本当だよ、うん、ゲストじゃない。まずはゲストじゃない。レギュラーか。1年ぶりのね、レギュラーか。脇出しが1年、そういうことだよ。はい、僕いい今ですね、はい、紙を渡されました、うん、読みます。はい、オノディの08、うん、はい、はい、いいね。まず、これですね。 CD バカ売れ、わふー。僕のレコーディング中にランテマルスの方たちが彼の写真を選び始める。そうなんだ。これはどなたが書かれたんでしょう。ランテマルスの人が、あのとある男が歌っている時に、はあはあはあ、そうですね、オノダムの写真を撮り出し始めたと。こんなことあったんだ。じゃあ次のオノディのね、はい、人を見る目が覚めていった。疲れてそう。最悪の2008年じゃない。おお、いやでもなんか冷めていってたよ。お前冷めていってたよ。お前か。冷めてねえよ。怖い目になったもん。冷めてそうで鋭くなった。なんか狩人みたいな目になった。ギラギラして金はどこだって目をしてた。金を探してた。金を探してる目になってた。なんか変わった。昔はロマンを追ってたはずなんで、今金を追ってるような目になった。現実的だね。そうで金はっていう。見たこと目にはね、ゴミは全部それになってなってるんで、金はなってねえよ。お疲れ様です。で金はギャラ終わったらね、終わったところで冷めてねえよ別に。よでもね、分かる、怖くなった。冷めてる。そう、分かった。もっとね、情熱あったもん。あったっすよ。最近ないね。強さに違いましたね。もっとパッションだったんだ。だってさ、こう頑張れば頑張るほど気持ちが悪い、気持ちが悪い。なんと1年ぶりの活動再開ですよ。ね、本当どうしたのか、皆さんで。ね、心配になってきた。あれ、なんか活動に関してすごい前向きなんだけど、今日は否定的だったよね。どうしたの。おかしいな。我々全員否定的だったよ、ね。とりあえず1回だけでいいから。あれね。いや、あれね。1回だけって言ってもらっていいですか。ああ、それは言ってほしい。言ってもらうだけでいいんでね。まあ、言うだけだね。いいですか。今日1人いないですよ。せーの。We are DJ5! 杉田喋っていいよ。さてですね、ここからは年末ということで、今年も2008年を振り返る、こちらの企画をお届けしていきます。ちょっと題して、誰かの極秘ストーリー。略して DJ です。なんか前もこんなんなかったっけ。事前にですね、自分以外の誰かの2008年の出来事を無記名で書いてもらいました。書いてもらいました。そちらをですね、紹介しつつ僕らの2008年を振り返っていきたいと思います。そこでも無視か。もういいよ。もういいよ。ゲストに優しくない。本当だよ、うん、ゲストじゃない。まずはゲストじゃない。レギュラーか。1年ぶりのね、レギュラーか。脇出しが1年、そういうことだよ。はい、僕いい今ですね、はい、紙を渡されました、読みます。はい、オノディの08、うん、はい、はい、いいね。まず、これですね。 CD バカ売れ、わふー。僕のレコーディング中にランテマルスの方たちが彼の写真を選び始める。そうなんだ。これはどなたが書かれたんでしょう。ランテマルスが、あのとある男が歌っている時に、はあはあはあ、そうですね、オノダムの写真を撮り出し始めたと。こんなことあったんだ。じゃあ次のオノディのね、はい、
人を見る目が覚めていった疲れてそう。最悪の2008年じゃない。おお。いやでもなんか冷めて言ってたよ。お前か冷めて言ってた。お前か。冷めてねえよ。怖い目になったもん。冷めてそうで、鋭くなった。なんか狩人みたいな目になった。ギラギラして。金はどこだって目をしてた。金を探してた。金を探してる目になってた。なんか変わった。昔はロマンを追ってたはずなんで、今金を追ってるような目になった。現実的だね。そう。で、金はっていう。あ、二言目にはね、ゴミは全部それになってなってるんで、金はなってねえよ。お疲れ様です。で、金はギャラ終わったね。終わったところだ。冷めてねえよ、別によ。でもね、わかる、うん、怖くなった。わかる、冷めてる。そう、わかった。もっとね、情熱あったもん。あった、最近ないね。強さに違いましたね。もっとパッションだったんだ。だって、だってさ、こう頑張れば頑張るほど気持ちが悪い、気持ちが悪い言われるからさ。じゃあ、だったら、だったらいっそ。だったらいっそ。いっそね。冷めてまえと。続きまして、僕のですね、はい、これね、はい。神谷さんね、馬車馬のようだった。よく働いてる。頑張ってよ。年末進行はさっきちょっとテンション使いすぎちゃったんだよね。早いよ、5分経ってねえよ、さっき。もたねえ。続きまして、神谷氏の08年、振られる。これ今年でしたっけ。あ、そうですか。ね、そんなんありましたね。そういうことですね。それこそそうですよ。なんか2008年いろいろあったな、うん。でもなんか何があったか覚えてないんで、いまいち。盛りだくさんすぎてですね。いや、なんかね、うん、多分遊んで、思ったより遊んでないのかもしれない。うんうん、みんなとなんか会う機会があんまなかった気がするね、プライベートで。うんうん。でも現場でもあんまり会わなかった。そうだね。ああ、それぞれね。そうだよね。中村と神谷さんすぎやすかったっけ、2008年。おい。あれ？いや、本当に記憶飛んでない？疲れてるんだよ。馬車馬だから。疲れてるんだよ。馬車馬くらいよ。そういうことあったと思うんだよ。あだ名馬車馬にしようぜ。そんな感じ。こんな2008年でしたね、僕はね。はい、続きまして、安本くん。ビッグカメラで牛丼を天丼だ。天丼だ。1年ぶりの天丼だ。1年前のネタだよ、それ。ありましたね、これは。ビッグカメラで牛丼は残念ながら食べれなかった。食べれなかった。心の中ではご配慮できました。そして安本くん、もう一つ。あ、なんだい？ブーツインって書いてある。今日でしょ。誰だよ、書いたの。あ、でもね、夏以外は結構インしてたね。インしてたでしょ。うん、ブーツなんかしないけどね。夏でもブーツ？夏はブーツじゃない。そうだよね。夏はもうもっと気楽なやつ。スニーカーやろう。冬場はなんか。スニーカーブルースね。まあいいけど。まあいいけど。親父役じゃねえか。やめろ、先輩だぞ、お前。役にもなってないよ。甘やかそうぜ。役にもなってない。疲れてんだから甘やかそうぜ。あ、中村さんです。次、中村くん。中村、引っ越した。あ、そうです。僕、引っ越したんです。あ、引っ越したらしいね。はい。14畳一間に。ワンルームワンルームって言うよ。14畳一間にね。14畳一間に引っ越してですね。いやー、何がひどいって、これ乾燥してね、部屋が。広いから。なんかデザイン、一回遊びに行ったんですけど、なんかデザイナーズな感じで。そう。あれコンクリだっけ、壁。コンクリな。あれって乾燥するよな。乾燥、超乾燥する。乾燥ないじゃん、変なタイミングで結露したりするよな。ちょっと窓を開けて閉めるとね、湿度計が30を示してる。スカスカじゃねえか。ミラーになっちゃうよっていう状態。砂漠なの。びっくりするよ、都会の中の。そして、これ誰かな？どれ？これですか？時間がない割によくプラモデルを作ってる。これ最近の話じゃない？なんか打ち合わせで言ってたな、それ。これさ、マジサインペンで書いても神谷さんでしょ？それ誰が書いたか知りませんけど。はい、そうですね、時間がないってこともないんですけど、まあプラモは。いや、中村くんもね。まあねえ、中村くんもないね。全くないね。びっくりするじゃないね。ないね。いやー、もうここにいるだろ？本当だ。スケジュール取れてないよ。取れてる。取れてる。なんか、まだあんの？あ、杉田くんの分じゃない？杉田くんの分が。ほら、杉田くんよかったな。ほら。やったじゃん、杉田。だってさ、こう、頑張れば頑張るほど気持ちが悪い、気持ちが悪い。じゃあ、だったら。だったらいっそ。だったらいっそね。冷めてまえと。続きまして、あ、僕のですね、これね。はい。馬車馬のようだった。よく働いていた。なるほどね。よく働いていた。そうですか、ね。テレビをつければ神谷博士、パソコンつければ神谷博士。どこでもかしこでも神谷博士だった。いやー、そうだった。そんなことはないと思いますけどね。ずっとうちで猫と遊んでる日々ですけど、ね。なんで自分の時だけかなり入んの？さっきの前の年末。守てよ
年末進行は最近ちょっとテンション使いすぎちゃったんだよね。早いよ、5分経ってねえよ、さっき。もたねえ。続きまして、神谷氏の08年、振られる。ああ、これ今年でしたっけ。あ、そうですか。そんなんありましたね。そういうことですね。それこそそうですよ。なんか2008年いろいろあったな、うん。でもなんか何があったか覚えてないんで、いまいち。盛りだくさんすぎてですね。いや、なんかね、うん、多分遊んで、思ったより遊んでないのかもしれない。うんうん、みんなとなんか会う機会があんまなかった気がする、プライベートで。うんうん、でも現場でもあんまり会わなかった。そうだね。ああ、それぞれね。そうだよね。中村神谷さんすぎやすい。あったっけ、2008年。おい。あれいや、本当に記憶飛んでない疲れてるんだよ。邪魔だから。疲れてるんだよ。俺のせいよ。そういうことあったと思うんだよ。あだ名馬車山にしようぜ。そんな感じ。こんな2008年でしたね、僕はね。はい、続きまして、安本くん。ビッグカメラで牛丼を天丼だ天丼だ1年ぶりの天丼だ1年前のネタだよねこれありましたねこれはビッグカメラで牛丼は残念ながら食べれなかった食べれなかった心の中ではご配慮できましたそして安本君もう一つあのなんだいブーツインって書いてある今日でしょ誰だよ書いたのあ、でもね、夏以外は結構インしてたね。インしてたでしょ。うん、ブーツなんかしないけどね。夏でもブーツ？夏はブーツじゃない。そうだよね。夏はもうもっと気楽なやつ。スニーカーやろう。冬場はなんか。スニーカーブルースね。まあいいけど。まあいいけど。親父ギャグじゃねえか。まあやめろ、先輩だぞ、お前。ギャグにもなってないよ。甘ギャグにもなってない。聞かれてんだから甘やかそうぜ。中村さんでーす。次、中村くん。中村、引っ越した。あ、そうです。僕、引っ越したんです。あ、引っ越したらしいね。はい。14畳一間に。ワンルームワンルームって言うよ。14畳一間にね。14畳一間に引っ越してですね。いやー、何がひどいって、これ乾燥してね、部屋が。広いから。なんかデザイン、一回遊びに行ったんですけど、なんかデザイナーズな感じで。そう。あれコンクリだっけ、壁。コンクリあれって乾燥するよな。乾燥、乾燥、乾燥する。乾燥ないし、変なタイミングで結露したりするよな。ちょっと窓を開けて閉めるとね、湿度計が30を示してる。カスカじゃねえか。見たお前か。冷めてねえよ。怖い目になったもん。冷めてそうで、鋭くなった。なんか狩人みたいな目に。ギラギラして。金はどこだって目をしてた。金を探してた。金を探してる目になってた。変わった。昔はロマンを追ってたはずなんで、今金を追ってるような目になった。現実的だね。そう。で、金はっていう。見たこと目にはね。ゴミは全部それになってなってるんで、金は。なってねえよ。お疲れ様です。で、金は。ギャラ終わったね。終わったところ冷めてねえよ、別によ。でもね、わかる。怖くなった。冷めてる。そう。わかった。もっとね、情熱あったもん。あったっすよ。最近ないね。強さに違いましたね。もっとパッションだったんだ。だってさ、こう頑張れば頑張るほど気持ちが悪い気持ちが悪いって言ってるからさ。じゃあ、だったら。だったらいっそ。だったらいっそ。いっそね。冷めてまえと。続きまして、あ、僕のですね、これね。はい。馬車馬のようだった。よく働いていた。なるほどね。よく働いていた。そうですか、ね、テレビをつければ神谷浩史、パソコンつければ神谷浩史、どこでもかしこでも神谷浩史だった。いやそうだった。そんなことはないと思いますけどね。ずっとうちで猫と遊んでる日々ですけど。なんで自分の時だけかなり入るの。さっきの前の年末進行。年末進行は。さっきちょっとテンション使いすぎちゃったんだよね。早いよ、5分経ってねえよ、さっき。もたねえ。続きまして、神谷氏の08年、振られる。ああ、これ今年でしたっけ？あ、そうですか。そんなありましたね。それこそそうですよ。なんか2008年いろいろあったな。でもなんか何があったか覚えてないんで、いまいち。盛りだくさんすぎてですね。いや、なんかね、多分遊んで、思ったより遊んでないのかもしれない。みんなとなんか会う機会があんまなかった気がする、プライベートで。うんうん。でも現場でもあんまり会わなかった。そうだね。ああ、それぞれ。そうだね。そうだよね。中村神谷さんすぎやすかったっけ、2008年。おい。あれいや、本当に記憶飛んでない疲れてるんだよ。馬車馬だから。疲れてるんだよ。俺のせいよ。そういうことあったと思うんだよ。あだ名馬車馬にしようぜ。そんな感じ。こんな2008年でしたね、僕はね。はい、続きまして、安本くん。
ビッグカメラで牛丼を。天丼だ。天丼だ。1年ぶりの天丼だ。1年前のネタだよ、それ。ありましたね、これ。これは、ビッグカメラで牛丼は残念ながら食べれなかった。食べれなかった。心の中ではご配慮できました。そして、安本くんもう一つ。あ、なんだいブーツインって書いてある。今日でしょ誰だよ、書いたの。あ、でもね、夏以外は結構インしてたね。インしてたでしょ。うん、ブーツなんかしないけどね。夏でもブーツ？夏はブーツじゃない。そうだよね。夏はもうもっと気楽なやつ。スニーカーやろう。冬場はなんか。スニーカーブルースね。まあいいけど。まあまあいいけど。親父役じゃねえか。まあやめろ、先輩だぞ、お前。役にもなってないや。あの、とある男が歌っているときに、そうですね。オノダムの写真を撮り、出張を始めたと。こんなことあったんだ。じゃあ次の、次のオノディのね。はい。人を見る目が覚めていった。疲れてそう。最悪の2008年じゃないか。おー。いや、でもなんか冷めて言ってたよ。お前か、冷めて言ってたよ。お前か。冷めてねえよ。怖い目になったもん。冷めてそうで、鋭くなった。なんか狩人みたいな目になった。ギラギラして。金はどこだって目をしてた。金を探してた。金を探してる目になってた。なんか変わった。昔はロマンを追ってたはずなんで、今金を追ってるような目になった。現実的だね。そう。で、金はっていう。見たこと目にはね。ゴミは全部それになってなってるんで、金は。なってねえよ。お疲れ様です。で、金は。ギャラ終わったね。終わったところだ。冷めてねえよ、別によ。でもね、わかる。怖くなったね。冷めてる。そう。わかった。もっとね、情熱あったもん。あったっすよ。ないね。強さに違いましたね。もっとパッションだったんだ。だってさ、頑張れば頑張るほど気持ちが悪い。気持ちが悪い。じゃあ、だったら。だったらいっそ。だったらいっそ。いっそね。冷めてまえと。続きまして、僕のですね、これね。はい。馬車馬のようだった。よく働いていた。なるほどね。よく働いていた。そうですか、ね、テレビをつければ神谷浩史、パソコンつければ神谷浩史、どこでもかしこでも神谷浩史だった。いやー、そうだった。そんなことはないと思いますけどね。ずっとうちで猫と遊んでる日々ですけどね。なんで自分の時だけかなり入んの。さっきの前に言うの年末進行。年末進行はさっきちょっとテンション使いすぎちゃったんだよね。早いよ、5分経ってねえよ、さっき。もたねえ。続きまして、神谷氏の08年、振られる。ああ、これ今年でしたっけ？あ、そうですか。そんなありましたね。そういうことそうですよ。なんか2008年いろいろあったな。でもなんか何があったか覚えてないね、いまいち。盛りだくさんすぎてですね。いや、なんかね、多分遊んで、思ったより遊んでないのかもしれない。みんなとなんか会う機会があんまなかった気がするね、プライベートで。うん、でも現場でもあんまり会わなかった。そうだね。ああ、それぞれね。そうだよね。中村カメラさんすぎやったの。あったっけ、2008年。おい。あれ？いや、本当に記憶飛んでない？疲れてるんだよ。馬車馬だから。疲れてるんだよ。馬車馬戦よ。そうだったと思うんだよ。馬車馬にしようぜ。そんな感じ。こんな2008年でしたね、僕はね。はい、続きまして、安本くん。ビッグカメラで牛丼を。天丼だ。天丼だ。1年ぶりの天丼だ。1年前のネタだよ、それ。ありましたね、これ。これは、ビッグカメラで牛丼は残念ながら食べれなかった。食べれなかった。心の中ではご配慮できました。そして